はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、アマゾンから不正請求、今後の対策や見分け方について解説ということで、今回はお伝えしたいと思います。はい、ということで、今回はちょっとまた面白い記事があったので、ピックアップをさせていただきました。今回、西日本新聞ですね。こちら、目に覚えのない請求、アマゾン名義の不正利用多発、カード情報どこから不安の声ということで、まあ、文章を読ませていただくと、身に覚えのない請求があり困っている。福岡市の男性64歳の方から、インターネット通販大手、アマゾン名義で、不正請求があったとの情報が匿名取材班に寄せられた。調べてみると2月から4月にかけて同様の被害が相次いでいることが分かった。政府は2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けてキャッシュレス決済の普及を推進するが、私たちのカード情報は大丈夫なのかという記事なんですが、まあ、これは実際にまあそのアマゾンから来たメールということなんですけども、まあ今これ3月や4月にまあこれだけ不正請求がありましたよというふうに、まあこれはそのアマゾン側がまあ調べてくれたものだと思うんですよね。そこからのメールということなんですけども、まあそれを見て、こちらの、日本クレジット協会によると2017年の不正利用被害は、約236億円、過去5年間で 3.5 倍に膨れ上がり、うち番号盗用による被害額は前年の2倍の約176円に上る。昨年末にはスマートフォンの決済サービス PayPay でクレジットカードの不正利用が相次いで発覚したということですね。まあ、これに対してネットのセキュリティ問題に詳しい神戸大のその森教授という方は、ネット通販会社やカード会社も対策を取っているが、リスクはゼロにはならないと指摘。その上で自分の意思でも、購入していないことを示せばカード会社が弁済してくれる。信頼のおける、ところでしかカードを使わないのはもちろん、最大の防御策は、常に支払い明細を確かめることですと話しているということですね。まあこれも本当におっしゃる通りかなと思います。もう本当にちょっとでも自分の身に覚えのない請求とかがあれば、その時はもうすぐにカード会社に連絡を取ったりとか、まあそれが一番早いかなと思います。はい、ということで、ここからはもう僕の体験談によるものなんですけども、まあ、こういった時のまあ見分け方ということなんですが、大体まあ、先ほどの不正請求とはまあちょっと関連してくるのではないのかなということでお伝えしていこうと思います。でまずこれ、僕があった出来事としてこういったメールが来たんですよね。緊急の通知、 Amazon プライの支払いが、ご指定のクレジットカードを有効期限が切れてますということで、これを来た瞬間、有効期限確かにもう切れかかってたかなというふうに覚えはあったんですけども、なんかちょっと怪しいなと思って見たら、まあ差し出しに見たら Amazon って書いてるんですよね。で Amazon のとこよく見るとスペルがちょっと違うんですよ。 Amazon のとこの E が入ってるんですよね。でこのメールアドレスを見ても G から始まって、なんだこのアドレスっていうアドレスになってるんで、もうここからこの時点でもう、あ、このメールは怪しいなっていうふうに感づくようにもなります。次の場合はこんな感じですね。Amazon アカウントを利用制限していますということで、大変申し訳ございません。あなたのアカウントは閉鎖されます。あなたのアカウント閉鎖されますっていう、いや、なんか悪いことしたんかなっていう閉鎖されますっていう時点でもうおかしいなっていう。で、差出人のとこ見たら amazon.co.jp なんで、まぁ、ちょっとこれも怪しいな感はあるんですけども、まぁ、これを見る限りは、まあそのアドレスからまたその入っていくと、どんな風に書いてるかっていうと、もうわけわかんないアドレスなんですよね。Amazon とこれ絶対関係ないアドレスだな。admin.なんとかみたいな。これも絶対違うなっていうこと。で、あと、これラストですね。こちら、あなたの Amazon アカウントは24時間以内に停止されますっていう。おお、止まっちゃうんだと思って、もうこの時点で草だなと思って。いや、Amazon こんなことしねえだろっていう。で、もちろんアドレスを見ても、まあ、わけわからないアドレスになってるっていう感じだったんで、いや、もうなんか、いや、まあ、確かに、まだこういうの来たことがない人からすれば、まあ、確かに怪しいなと思うんですよ。すごいアドレスも似てるし、見分け方も難しいなってことあると思うんですけども、不安な場合は、まずその大元のところに問い合わせてみるといいと思うんですよ。まあ、例えば Amazon の場合は Amazon のカスタマーセンターに問い合わせるとか、あとはクレジットカードの決済会社に問い合わせるとか、まあそういった風に、まあ楽天だったら楽天のとこに問い合わせるとか、まあそういった風にどんどんその大元のところに問い合わせて、実際こういうこと起きてますかっていう確認をするのが一番早いのかなと思います。なのでメールと、まあメールとかもしくは電話とかでもまあいいと思うので、そうすればまあちょっとした安心にもつながると思うので、やっぱりこういった風にまあキャッシュレスになっていくっていうことは、やっぱりそういった風にまあ情報が抜き取られるんじゃないかなっていう不安もあると思うんですけども、まあ実際にこういった風なまあ対策とか、まあそのカード会社とか決済会社もちゃんとそういった対策とかサポートはしてくれると思うので、まず一つそういったことをしてみるもいいのではないかなというふうに思います。はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、あとグッドボタン、あとツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。